同じ組にいたんですけれども、私は本当に落ちこぼれで、のみはもうスーパースモって、ただ同じ組に所属したっていうだけで、いつもこんなにこう仲良くしてくれてインスパイアリングで、本当にいつも刺激を受けて、本当にいつも楽しく育てて、今日の本も本当に楽しみにして、私今日3冊も買っちゃったんですけど、読んでもないけど買っちゃったんですけど、絶対もうみんな私の会社にいるあの女性の、まあ、新しいマネージャー、もちろん私自身も楽しみにワクワクしてきたんですけど、他の人にも、もう最初からもう絶対推薦できると思って、その人にあげようと思って分かったんですけど、本当にあの広げるっていうことも、本当にあの私のできる小さな力だけど、やりたいなって本当に今日思ったので、あの本当にアマゾンも頑張ってください。ありがとうございます。